皆さんどうもこんにちは、 B レジェンド染田です。こんにちは、 B レジェンド管理用紙の布目です。 B レジェンド柿谷です。順番が先を越された社長が3人目、4人のうち3人、あ、B レジェンド上野です。改めまして、 B レジェンド柿谷です。今日はちょっと主張強めです、はい、で今日は染田さん、何の話をしに。そうですね、はい、今日もオールスター4人が揃っておりました。また言うぜ、オールスター。スターなんだね。僕はスターじゃないですけど、皆さんはスターですね。スターね、いよいよ恥ずかしいですよね、我々オールスターってこう。サプリメント事業部オールスターですね。嫌ですよ、なんかリジェンドオールスターズ超恥ずかしい。なんか外とかで会ったらオールスターのとか言われたら俺嫌なんですよ。ビーレジェンドオールスターズの上野さんですよ。でも絶対隠れますよ、無理無理。ビーレジェンドオールスターズの管理、ビーレジェンド管理栄養士の布目さんだみたいな。長い。テロップ産業になっちゃうみたいな。でも染田さんは今違うって言ったから、あ、普通の染田。そうだ、染田だ。で、そんなオールスターはいいんですよ。オールスターじゃないですけど。何ですか、ね、今日もね、こう4人揃っておりますんで、はい、ぜひこう B レジェンドプロテインの開発秘話について、うん、言ってたですね、はい、トークしていきたいと思います。今日は開発、はい、なるほど。それで言うと、まあ、鍵谷さんはもうゼロからの開発、そうね、はい、ゼロから。で、我々で言うと、まあ、その B レジェンドというブランドが、ある程度こうできてきて、それ以降のまあ開発をちょこちょこ担わせてもらってるっていうところですよね。私含めての3人で言うと、まあ、開発にどういう感じでこう絡んでるのかみたいなところも、その仕事の役割セクションみたいなのもあると思うんですけど、それと開発の関係とかっていうのもちょっと聞いてもいいですか。染田さんは今それで言うとどういうふうに開発に。そうですね、僕が結構携わってるかなと思う部分としては、結構日々やっぱお客様のメールとか、例えば SNS とかも拝見しているんですけど、そういった部分で寄せられる声っていうのを集めて、そういう部分をこうなんか商品開発に活かせないかなっていうふうに思って日々取り組んでます。やっぱり開発のところでお客さんの声だったり、お客さんが欲しいものを出したいなという気持ちは我々常々持ってまして、そのお客様側から、まあ、弊社側への、まあ、一人目というか、まず誰が立ってるかっていうと、まあ、染田さんが立ってで、はい、門番染田さん、そうですね、はい、門番がいるので、まあ染田さん、まあ多分皆さんの中でもこういう商品出してほしいみたいなのがあると思うんですけど、うん、それに対してこうそのご意見をいただけるのであれば、その第一党は染田さんの方に届いているというふうにお伺いいただいて間違いないかなと思います、うん、そうですね、そうね、はい、そうですね、はい、で束ねてください。そういえばそうだね、はい、じゃあ布目さんで言うと、はい、私は、まあ、今今あるその商品とかですごい十分ああいい内容だなって思っているんですけれども、それに私だったらさらにこれがプラスだったらもっと嬉しいなっていうのがあったりすると、今リニューアルをかけたりして、ね、はい、さらにいいものっていう、ように今リニューアルをしているものだったりですとか、これからまあ、こういった商品あったらいいんじゃないのかなっていう商品の、まあ、成分を、何をどれぐらい入れてほしいっていうのを今考えさせてもらって、それで商品開発の方に携わらせてもらってますね。まあ、はい、管理栄養士というその、まあ、資格を持たれている中での、なんていうんだろう、結構成分面の監修みたいなところなんですかね、うんうんうん、その辺を担ってもらってるところが大きいですよね。やっぱりなんかこういうのいきなりその、ね、自分が思い描いたこういう成分があったらいいなっていうものを商品化できるっていうのに携わらせてもらえると本当に楽しくって、うんうん、そうですね、はい、結構ね、開発の時ね、細かいんですよ。もうこれが何ミリじゃ足りないから、工場にこれとこれは何ミリ以上にしてくださいとかって言って、はい、この何ミリのあれだったら何由来なんですかとかね、なんかいろいろ細かいこと聞いてますけどね。やっぱりね、僕は手が回らないので、やっぱりそこまで細かくよくやってくれてますよ。染田君もよくやってくれてます。
はい、まあそんなところです。上の子は何してるの？あ、いいですか、ありがとうございます。振っていただ、なかなか振っていただけることがなかったので。そうだよ、はい、このメンツでいて俺しか来ないでしょ。ありがとうございます。そうですね、なんか私自身はまあいろいろちょこちょこっていう感じなんですけど、うん、まあその布目さんがその成分の話でこう結構監修をしていただいている中で、まあ、多分サプリメント事業部の中で一番トレーニングをしているのは私だと思うんです、うんうん、なのでそういうトレーニングをしてる人の目線だったり、そういうところを結構その布目さんとあのまあいろいろ議論をしながらというか、まあその卓上以外の話もちょっと混ぜつつ開発ができるかなというところで携わらせてもらってます。はい、素晴らしい。そう、あのなんかそういう感じだとすごく布目さんと日々バチバチしてるように見つるかもしれないですけど、なんかそのビルダーの現場目線とこの制作する側の開発研究者目線のこの違いね、なんかいや現場で今まで裸んでこういう風に体感体験周りの声もあるんだっていうのと、そんなのエビデンスがないからみたいな話でね、まあでも意外とでもそこはうまいことやれてるんですよね。そうですね、はい、そんなにどっちなんだバチバチやってる、バチバチ言ったからバチバチで被したのに、全然やってないですね。バチバチやってますどっちなんですか。まあいいね、まあそういう感じで実はあの開発携わらせてもらってます。で、まあ、布目さんもおっしゃった通り、やっぱりそのトレーニングをしてる身としてもう自分自身が飲みたいもの、あの取りたいものっていうところで、それがこう商品として並ぶ喜びって多分なかなかこうないというか、感動もひとしおというか、やっぱり腹を痛めてこう産んだ子供たちのような感覚はやっぱりありますね。なんかそれがそういうところってなかなか、本当に何度も言う通りなかなか味わえないかなと思うので、そう、そこははい、すごく楽しくやらせてもらってますね。なんか私もやっぱりその自分でもやっぱスポーツしてるので、あの元々やっぱりスポーツドリンク一つ試合の時に持っていくドリンクとか、その食べ物にしてもやっぱ全部成分見てこれが欲しいとかっていう成分で選んでるとこがあったので、で結構市場にないもの、あこれがあったら絶対欲しいのになっていうのを作りたいなとか、やっぱ周りにもすごいあのトップアスリートとかも多かったりするので、そういう人たちにやっぱ試合の時って本当にもうね、人生かけてスポーツしてる人もたくさんいらっしゃいますので、そういう人たちがもう本当にそのパフォーマンスを下げないために、あのちょっとでも上げるために取ってもらいたい製品っていうのを、もうここ一番の勝負どころにはこの B レジェンドの商品使いたいって思ってもらえるようなものを作りたいなっていう、そのアスリート目線で作りたいなっていう思いはすごく持って、うん、あのやらせていただいてますね。いいですね。あ、なんかちょっと私も喋りたくなってきた。そうなんですよ、ちょっと私もちょっと黙ってられなくなって喋りたくなっちゃったんですよ。もうちょっと B レジェンド管理栄養士ヌノメの話を聞こうよそれは別の動画にしといて、喋りたくなってきた。すごい。それで言うとやっぱりその今トレーニングをしていろんなところが知識をあの入れてるお客さんがいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそのこの現場にいるとその最先端が見えるっていうところが、やっぱりその原料の選定にあたっても毎年毎月あのいい原料がどんどん出てくるというか、これ使ったら絶対楽しいだろうなみたいな、ね、おかげさんで本当ね、もうビーレジェンドおかげさまでまあ徐々にメジャーになってきたから、あのメーカーさんの方からやっぱたくさん営業いただけるので、ね、そうですね、すごくありがたいですね、うん、もうなんか最近のそのもうほかほかな話題で言うと、なんかある成分解禁になったみたいな、うん、そういうのがあったりとか、うん、マジっすかみたいな、これ日本で今まで使えなかったやつですよねとかっていうのがあるんですけど、そういうところと、まあ、それも絶対コメント欄にいっぱい出るんですか、ね、出ますね、あれだな、バレます、あれだ、いやそれってでもどこまで降りてんですかね、情報。いやまあでも、まあでもパブリックな情報になってるから、まあ、だけどまあ、ね、まあいいんじゃない、あのね、まあ、あの、あ、俺知ってるよっていう人は多分書くでしょうからね、はい、まあまあごめんごめん、まあなんかそういうところがやっぱり見れるっていうのは、その普通のトレーニングしてる方ではなかなか生きれないところに今、ね、ないよね、立ってるなっていうのはやっぱりアンテナの感度も高い上に入ってくる情報もレベル高いし、で結構その入ってくる前段階の段階でその人たちが海外なり国内なりで知り得た情報を口伝えで聞かせてもらうっていうのね。あ、そうですね。要はその文字になる前の情報が入ってくるっていうのはやっぱ大きいよね。そうですね。そういう情報があの面白いなと思います。理系だし研究者だし余計にそういうの好きだよね。なんかね、欲しがりますよね、そういう情報みたいな、やっぱり。
じゃあそれで言うと、もうその創業者の鍵谷さんで言うと開発っていうのは、もうその B レジェンドの最初で言うと、もうあれですか、メガサプリからなんですかね。そうね、 B レジェンドメガね、からそのまあ B レジェンドプロテイン、ナチュラルチョコ、リンゴあたりっていう流れになると思うんですけど、その辺の時っていうのは考えてたこととかどうだったんですか。考えてたこと、うん、いや、もう結構ねあれですよ、なんか何担当って言われるとなんか夢担当だなと思ってて、うん、なんか笑ってるね。いやいやいや、いや、なんか、いや本当にあのだからその B レジェンドっていう名前の由来もそうなんですけど、なんかそのB レジェンド飲んでもらって体良くなると、まあ、ある意味プロテインだから何でも一緒でしょみたいな話もあるかもしれないんですけど、なんかいろんな目に見えないものがあるじゃないですか、まあ、よくねこうありがとうありがとうって言って水凍らせたらなんか結晶が綺麗だとか、まあ、いろんな話あるじゃないですか。バカバカとか言ってるとその結晶崩れるとかね、まあ、なんか目に見えないいろんなことがあるじゃないですか。それと一緒でなんていうのかな、非常にこうポジティブな気持ちでよりよく、まあ、僕自身もより良くなりたいし、スタッフにもより良くなってほしいし、会社もより良くなしていきたいし、関わるお客さん皆さん、視聴者の皆さんも含め、トレーニングで体も良くなって、メンタリティも良くなって、生活も良くなって、人生も良くなって、その周りにいる人たちもより良くなってほしいなって思いでやってるから、だから結局ね、なんだろう、なんかプロテインっていうものを売ってるっていうよりも、自分たちの活動でまあ、よりよくいろんなことがね、まあまあ社会を良くするとかって言うと大層なんですけど、なんかその目の前の関わる人たちが、まあ、一歩でも二歩でも前進してより良くなってもらえればいいかなっていうことをいつも思ってるんで、だから結構ね、だからその具体的な何作るかっていうのはもうこの辺り任しとけば、あのいい具合のものができるなと思ってるので、あんまりなんかもう今は開発で足をこうしようっていうのはあんまり考えてないかな、うん、まあ、今もね味の開発とかはああだこうだって口出したりもしてますけど、でもやっぱりね大きく捉えるとなんか夢担当かなと思った。なんかこうより良くなっていくことに注力してるというか、なんか最近だいぶなくなりましたけど、原価上がりすぎちゃう問題、前はちょこちょこありましたね。あるよね、なんかいいの作りたすぎて、でも安く出したいから原価とその原価上げ上げ問題、全く儲からない問題そして1年経ってなんでこんないい成分入れたんだって鍵谷が怒られる問題そうそうそうっていうのあったりね、なかなかこの話もあの社外に出すことはほとんどないんですけどね。ないよねそうそう、なんでいいもの作って怒らなきゃなんねえんだとか、いや俺の会社だろうとか、原価高くてもいいだろこの野郎とかっていうような気持ちで、そうだよねって言いながら聞いてるんですけどね。そうっすね、そうなんせ夢担当だから夢のある商品をね。それで言うとやっぱり開発にこれもちょっと一つ含まれるのかもしれないですけど、コラボとかね。あ、そうだね、そこもやっぱり最初引っ張ってきたのはやっぱ鍵だ、ね、夢担当だからね。そう、同じだよねまあ、そういうこう、まあ、役割で開発をして、まあ、それぞれ、ね、まあ、さっきもちょっとこの動画一本では、あの本当そうだよね、そういうの、うん、あの最初のコラボがくまモンで、くまモンも結局熊本地震の被災地にお金を送ろうということで、うん、それがスタートだったもんね。でコラボしてやろうって始めて、そこからいろんなねコラボを藤谷さんとかカプコンさんとかねいただいて、そうかそうだったねスタートは、うん、やっぱそういうことがありますよね、うん、やっぱりその中で今言いかけた話なんですけど、まあ、この動画1本で収まらないくらい結構みんな、うん、あの思いを持って開発してるっていうのは一つ間違いないかなと思います、うん、そういうわけでわーわー言うとりますが、わーわー言うとりますが、そう締めますよそろそろ。で今回もちょっとコメント欄にね、あのいただきたいことで言うと何でしょうかね、やっぱりそのこの商品の開発秘話はとか、あとはもう単純です、うん、もうこの商品作ってくださいは、まあ、いろんなところで募ってるんですけど、改めてそこもいただけたら、ね、まあ、できるかどうか分かんないけどね、なかなかもう開発中のもう商品がもうかなり数もあるんで、なかなかハマるテーブル上がるかどうか分かんない、まあでもね、いただければね、そうですね、まあ、そこでいただける情報もあるでしょうし、なんかでうちもできることもあるでしょうし、やっぱりそういうねあれでいくとさ、こういうプロテインバーとかもさ、やっぱりねそういうお声がけお声いただいて作ったっていうのもあるしね、まあ、そうですね、うん、まあそれもありますし、こういう増量なんかもある意味そうだよね。そうですね、増量なんかもそうですね、うん、ある程度ニーズがあるんですね、ジュニアなんかもそうですね、まあ、そういうところをあのどんどんあのコメントいただけたらと思いますし、これはちょっと煽ってる感じなんですけど、皆さんが思いもよらないような実はこう開発のアイディアもまだまだうちは持ってたりするので、うん、そこはご期待いただけたらと思います。というわけでいいですか、はい、
ゃあこの、動画が良かったと思いましたらグッドボタン、あと染田さんのキャラもこれでいいなと思ったら、まあ、グッドボタンでいいですかね。はい、グッドボタンです。グッドボタンでね、とあとチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。さよなら。いつもこれだね。